今回はアニメできる猫は今日も憂鬱第13話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。猫よ猫よ、プリンスオブ田中、シャイニーダイヤモンドわら、キラキラネームわら、略して大ちゃん、あの時拾った捨て猫ちゃんか、立派になったな、立派なおべべでちゅねー、鏡を自分と理解してる、理想がゆっちわら、あの格好にエプロンがいいのか、大ちゃんご乱心わら、ストレス発散、うちの犬も新聞紙とか破くの好きだわ、ねえねえ、あの裸エプロンがいいのか、エプロンが好き、大ちゃんが裸エプロンペチに、クララが立った、ダッチの練習、こしせこせこ、目標のレベルが高すぎるわら、大ちゃん短期間で成長しすぎわら、歩く猫だ、ゆっちがおかしいんだよな、普通の猫でもたまにやるよな、二足歩行、そのうち自分のこと我が輩とか言い出しそう、エロい後輩の娘、イソスタ、終わった、かわいすぎクライシスなんですよ、ゆっちじゃなかったわら、いないんだよな、ゆっちほどのやつはいないですね、最終回でも通常オープニングのアニメは提供ね、タイトル回収、竹立幼女、ゆめちゃん、久しぶり、おはようじゅ、幼女役の人妻、ハンドシェイカーからここまで成長したんだな、ロリ竹立はまだまだいけるな、このフィギュアはパンツ見えるの、公園で動画視聴、現代っ子だな、おにぎり、パワーチャージ、クッキングアイドル、いろいろ米安いっていうか、お米なだけにってか、レッツフリフリー、このアイドルのキャラでよくて好き、肌が白すぎる、ミニユキチかわいい、子猫の頃から作ってたのかよ、小さい頃からできる猫だったようで、こうやって作るのか、この時代のユキチストーリーみたいな、遠い目をするユキチって言っても2年か3年くらい前だっけ、背景とか雲がやけにリアル、あれあれわら、あれとはあれでわからんわら、あれで通じる、気候始まったか、脳が老化してる、完全に老人わら、あれだけで通じる猫、ダメすぎる、老化が進んでる、もう作は要介護者だな、無駄に高品質の背景、おされ BGM があれな感じに、どうした、ついにお漏らしか、日本語わかりません、あれやこれで会話してるとボケるの早くなるらしいよ、あ、やばい、ユキチなしでは生活できなくなる、あれしか言わないから、おばあちゃんかな、人として退化してる、あれで済むからな、わら、え、猫と会話するのは普通では、お前らじゃん、へいしり、へいしろ、質問が思いつかないわら、言葉理解してるのに喋らんよな、ユキチ、聞き取れませんでした、この AI の声、日傘、日傘わらわら、神経衰弱は高校が有利、猫の手でカードめくれるのか、記憶力どうなってんの、猫に負けそう、猫に負けたわら、完封勝利わら、人としての尊厳が、そんなものは最初からなかったでござるよ、動物はこういう能力は高いぞ、2戦目も完封わら、ずっと俺のターン、そうはならんやろわら、そんな気はしてた、どんだけ弱いの、ならば別のゲームで勝負、ブロックスとは渋い、全敗かよわら、飼い主に容赦ないな、ユキチ、猫いかわら、ユキチさんパーフェクトかよ、柵の現状を知って青ざめるユキチ、例えば親が地方になりかけてるとか聞いたらそりゃ青ざめる、脳トレわら、スパルタ脳トレで脳回復にゃ、サンマご飯、サンマは高級よ、 DHA かな、新サンマいいな、まるまると太ったサンマが1匹100円で買えた時代があったんじゃよ、 DHA だっぷり、どこさヘキサエン酸わら、青魚全振りで DHA を摂取だ、でき猫最後まで楽しすぎる、終わらないで、魚魚、ゆりちゃん、なんか失敗しちゃったか、彼氏に振られた、そもそも彼氏いないという、新人の失敗ご褒美にすんなしわら、お弁当美味しそう、卵焼きに反応した、そのお口に卵焼きを、いえさ、餌付けしてる、恋人かな、幸せそうな顔しやがって、あと15分で終わってしまうぞ、一つちょうだいな、ケツみてえな口しやがって、このショートヘア先輩に見えない、キンピラかよ、全部猫が作りました、バレるバレる、調子に乗るから、もうダメだ、爪が甘すぎる、正直に言ったら気違い扱い、できる人認定されてると何やってもプラス評価されちゃうんだよね、そうはならんやろわら、実際煮物なら目分量でいけちゃうのん、そのうちボロが出るぞ、料理の仕方を教えるためにユキチに実際の調理を見せてもらう、さくちゃん、高そうな醤油使ってんな、甘い卵焼きか、ユキチ器用すぎだろ、後が適当すぎる、適量と少々、天才的な目分量だったわら、味見もしないでこれだけうまい料理が作れるのはすごいよね、こんなんわかるかいわら、やり直せきたわら、マヨネーズ入れるんだ、
割烹和風だしの素を入れると本格的になる。卵焼きくらいは目分量でできるだろう。まだ小さかった頃のゆきち。ゴミの分別できる猫とかお前だけやぞ。過去編か。コールサイジジイ。捨てに来てるのに荒らしに来てると思われとるのか。野良猫がゴミ漁ってるように見えるんだろうな。猫ってあまり可愛がりすぎるとため息つくよね。分別覚えたのか。ほうきに噛みつくゆきち可愛い。大家さんって隣のばあちゃんじゃなかったのか。空前絶後のサンシャインゆきち。大ちゃんとやってること一緒なちびゆきちわら。まあできる猫であるのは間違いない。猫に水は豪快な洗い方だな。猫は濡れるのが苦手。暴れんなよ暴れんなよ。猫が一番苦手なことわら。せめてぬるま湯で洗ってあげて。寒そう。猫用シャンプー使ってるわら。猫嫌いなのにちゃんと猫シャンプー買ってくる大家さんです。かっこでも水洗いはひどいわら。もう化け猫なのに猫股になっても化けて出る気満々じゃないか。人間用のチュール。エナジーゼリーしか食ってない。ゼリー食を主食にするのは絶対にダメ。痩せるけど必要なものまでなくなる。おいおい、ウィダーがスポンサーにいたら大変だったぞ。いいマンション住んでるね。今更だけどダメ、社会人版ドラえもんだよなこれ。こいつ一人暮らしさせちゃダメだろ。ベッドで寝ろよ。器用な猫。ここでクッキンアイドルに出会うのか。この時見たのかわら。おにぎり万能説。おにぎりに食いついたのか。ウミウッシーとの出会いである。理解が良すぎる。これで知ったのか。ここがおにぎりの原点かわら。この時間におにぎりは腹に響く。かわいい。クッキンアイドルだったのか。これが原点だったか。空前絶後のできる猫爆誕である。そして現在。そして化け猫にでっかくなった。おにぎり食って巨大化したのか。料理作がすごすぎー。できすぎる猫だわら。うちの猫もこれぐらいできてほしい。原点回帰か。あの T シャツの畳み方マスターしてるのすご。土鍋でご飯。土鍋で炊くのはレベル高い。土鍋で炊いたご飯とか意識が高い。器用すぎかよ。いい最終回だった。勝手に終わるな。今回スーパーの店員さんでなかった。もっとアニメで見たいな。ありがとうごはんず。いいアニメだったわこれ。終わってみたらごはんずの2本がかなり出来よかったな。今期はごはんずが日常系のレベル上げたような気がする。これは2期あるかもしれない。ぶっちゃけ制作依頼増えるんじゃねえのこれって思うわ。金曜深夜、こうした癒し系作品で締めてくれるのが本当にありがたくて感謝。楽しませていただきました。1話から最終巻まで面白かった。最高のアニメ。はい、というわけで、できる猫は今日も憂鬱第13話の視聴者の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンをお願いします。もしご興味があれば他の動画も見てみてください。Thank you.